これはね、電力ですね。日常での使い勝手によるコンパクトアクセスに属するマスタースモールバム、電力、背高ポイントはボディがほとんどの立体駐車場に入荷できるよう、電卓を 1.55 メートル以内に収められた。エンジンはフロントに残る機前にを起動する直列4気筒 SOS で、1.3 リッター、83馬力と 1.5 リッター、100馬力の2ユニット。組み合わされるミッションは5速 AT と 1.3 リッターには3速 AT、1.5 リッターには4速 AT が要求。グレードルは G が付く 1.5 リッター車は CD デッキ設備、GLX と GL、L が付く 1.3 リッター車は LX と L、LX にはパワーウィンドウ、パワードアロック、FNAA のカセットデッキ、助手席移動ポケットがセットになる。で、F パッケージに加えて、カラーバンパー、電動収納リモコン式カラードバードアミラーの G パッケージが入ってで、今回の限定車の GLX スペシャルが発売と同時に、全車を一部昇進改良した、フロントグリル、リアゲート、スタアリングホーンパッド、ホイールキャップに新ブランドシンボルを施し、対色色に新色クラシックレッドを追加し、リアのナンバープレートに横のボタン操作でリアゲートを開けられるプッシュ式リアゲートオープナーや電動収納式ドアミラーなどが観客からの要望に高い設備を追加して、機動性をさらに高めた車だったんですね。で、この車が、当時は117万1000円から、96万4000円から165万3000円ということで、まあ、燃費もね、非常にこれ当時良かったんですね。リッター14から約18まで走っていました。当時のこれ97年、90年代の車としては非常に燃費が良かったですね。当時はだといって燃費がリッター10とか12ぐらいだと思ったんです、普通車だとね。だからそこに15とか18とかってのはなかなかなかったので、そういったところでは非常に燃費が良かったのではないかなというふうな、車でしたね。で、当時のこれ一番初代のね、デミオは、まあ、有名なバスケット選手がね、海外に来る有名なバスケット選手がいて、その人が、デミオって宣伝してましたよ。で、バスケット選手ってこれは背が高いじゃないですか。で、背が高い人が車に乗ってもですね、全然その窮屈さを感じない。で、むしろその中が白いよということで宣伝されてて、まあそれが衝撃を受けてですね、で、デミオが売れ出したんですよ。で、そしてまあ2代目になってくると、初代のデミオとはまたちょっと打って変わって、おしゃれのある、おしゃれ感のもうデミオという感じになってきたんですね。ですから、まあ、なかなかこれは良かったなと。確かこれ、フォードの確か提供してて、マツダのフォードブランドで、ファステバっていう車をね、確か日本フォード、日本にまだフォードがあった時に、日本フォードでファステバという車をね、出してた時もありました。でもなかなかこれは非常に良かったなというふうに思いますよ。こういうふうに後ろもこういうふうになってて、本当ちょっと外見ではちょっと分かりにくいかもしれないんですが、本当にこう見た目よりね、中が白かったんです。これはね、当時ね、ちょっとキリストのね、牧師さんがまだ牧師さんになる前の時にですね、ちょっと乗せてもらったことがあったんです。で、その時、その中を乗ったら、全然白かってびっくりしたんですね。大体ね、自分を含め大人が4人ぐらい乗ってたのかな。大人が5人ぐらい乗ったのか。乗ったんだけど、全然狭いっていう感じはなかったですね。大人5人が乗っても狭いなっていう感じはなくて、むしろ広かったなっていう印象が、ありました。なので、なかなかこれはこれとして非常にね、良かったなというふうな、車で、デザインもね、決して、シンプルすぎるデザインでもないし、地味な感じではなかったので、結構おしゃれでね、まあなかなか良かった車だったなという感じでした。どうもありがとうございました。